こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はね、はい、こちらに本がございます。進撃の巨人悔いなき選択、なんとリヴァイが主人公でございます。はい、では早速撮ってみたいと思います。よいしょ。はい、進撃の巨人悔いなき選択でございます。4月9日今日発売しました。宇宙リヴァイはすげー綺麗だぜ。絵がね、非常にね、綺麗ですね。なんか普通の進撃のね、巨人の絵よりかははるかに綺麗でございます。兵団の隊長エルヴィンにね、リヴァイは捕まってしまうんですよ。はじめエルヴィンはある言葉を言うんですよ。リヴァイ、私と取引しないかと言って、リヴァイは調査兵団に入るのですよ。で、まずこれ読んだ感想ですけど、まずこっちのリヴァイはすげえ綺麗ですと書いてあるとの通り、絵は進撃の巨人よりかは綺麗だと思います。で、非常に読みやすいです。あと内容としてはね、非常に面白かったと僕は思います。ゴロツキがね、人類最強になっていく様子などが描かれておりますので、ぜひご参考ください。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。